聞いて、ちょっとこれ決めよう。あどーん。普通、音量。はい、幻影を出す、あれでした。はい。オッケー。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。アンドレス・アセガワです。さあ、8周年。おめでとうございます。アンノウンです。さあ、これね、招待状を手に入れて、まあ、いろんなバフ、生存者、キラともに、もらっていくんだけど、で今回ね、いるよね、これ。生存者釣ったり、あと、始まって、さ、これ、板もらいます。はい。普通ヒューブリス。倒さない、すごいな、それ。よし、これで OK。フック釣ったり、発電機2個ついたりしていくと、左上のね、なんか、ありますよね。あれが溜まってって、フィールド上になんかいろんな効果が発動します。ニュニュ？これ、今回ね、パーティー招待状がね、次手に入るんですけど。はい。どうか。んで、沖田はね、足がめちゃくちゃ速くなった。次がね、めっちゃ足速くなるんですよ。生存者キラーともに。これがね、楽しみなんですよ。これ、とんてつもなく楽しいです。能力使ってる間もめちゃくちゃ足速いから。そして、はい。遠隔フックね。早い。これほら。めちゃくちゃ速いから、これ。はい。こんな感じでね。んで、OK。ボン。アンノーンは、睨まれると、はい。あら、あなた憧れてた？睨まれちゃうと、はい。効果がなくなっちゃうけど、10秒以内に視線切れれば、なんとかなる。あれ、なんか見える。ほい。これ今ね、パーティートーテムっつって、あんた弱体化だけしてって。はい。あれ、モグと3500点もらえるんですよ。ただ、この代わり可視化されちゃうっていう。ドン。これね、だから今見えちゃったっていう。さあ、そしてもうやってますけど、遠隔フックができるんですよ、今。遠いフックでも、担いだらポイってやればね。3500点。そうそうそう、なので、この地下の近くに行けば、地下の近く地下の近くに行けば、自動でね、ポイってやれば、フックに釣れる。だからトラッパーめっちゃ楽しいです。声を聞く。いやー、この判定ちょっと勘弁して。はい。はい、そっち行くしかない。で、こんにちは。で、はがな？じゃないね。よいしょ。音量の怒り溜まってるから、食らいたいな。下に、地下に私の幻影がいるので、いないいないば、これは今、全員の位置が分かるやつで。
お互い分かっちゃうから、ちょっとそこはきついんですけど。はい。これは、どん量でいこう。見てるーとか。ほい。あ、救助していく。しかし、靴音量が決まらないですね。これね、ここまで行けばもう地下フック釣れるだろうと思ったら意外とね、横にあるフックとかに吸われたりするから。で、あ、これがトリックっていうやつかな？トリックじゃないか。トリエル？違う。トリエルはあれ、アンダーテーブル。なんだっけ、あれ。ここにはいなかった。気のせいか。さあ、ちょっと遅延が一個もないからなんだかんだってついていっちゃうけど。ほい。いない。まあ、いるかもしんないけど。多分もう結構、釣り数に余裕がある人しか助けに来れないんじゃない？ここかな？ほい。いない。ああ、行ってる。おい。弱体化させて。はい。で。OK。さあ、残り1台。ほい。一旦、いや、これは進んでないな。はい。次はね、次の効果は特になんもないね。ベーしてるやつは、外れです。何の効果も起きません。はい。うん。いないね、生存者。いなくなりました。で、どっかで回復するでしょう。いた。で、生存者は、能力使うと、まあ、板を作ったり、あとは、足跡を消すことができるので、ああ、ちょっとずれた。もうだいぶ見られたんで、一旦リリース。どうも。はい。はい。OK。ニュン。ほい。さあ。残り2人。どうも。やってますねー。OK。はい。ちょっと待って、今回一回も何も決まってなくない？俺。ノーパークじゃない？今回。当たらないか。ええよ、聞いて、ちょっとこれ決めよう。あ、どーん。普通、音量。よし。で、これも地下に釣ればもう、助けに来れないんですよ。まあちょっとキラー有利なイベントだよね、ほんとね。毎回だけど。板グルもめちゃくちゃ強いしね。板の遠隔破壊ができるから。板。惜しい！今の相当焦ったんじゃないの？どうも。OK。ノーパークでした、今回。あ、ノーパークじゃない。一応、靴音量決まったわ。
製造者側がね、板の生成ができるから、まあ、倒したらその場で一瞬で壊れるんだけど、だから腹痛がすごい強いんですよね。オッケー、イージー。さあ、経験値がね、なんか話によると、生存者と、キラー、誰か一人ホストになるらしいですね、この部屋のね。ホストになる人は経験値めっちゃうまいらしい。今回は、私は違ったかな？うん、フェンミンだね。こんな感じでございます。とても経験値がうまい。さあ、第2戦。ペロペロペロペイルロッツ。さあ、ちょっと今回は刺していきたいね。さあ、パーティートーテム。正直ね、パーティートーテムやると、足が 5% 速くなるんですけど、少しね。ただ、可視化されちゃうから、序盤はあんまり、ポイント、勝ち負け気にせず、ポイントだけってやれば、いいんだろうけど。んで、向こうに行って、で、置いとく。招待状持ってないから、ポイができないから、ここに釣ろう。そうすれば、固有に心音が届くでしょ。ほい。ドン。今、焦りに焦ってるはず。うるさー！足跡が残っているぞ。いた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 。はい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 。これはもう間に合わんね。これ当たんないか。あ、もう関係なしによく言ってる。あ、くそ、大ブロス。オッケー、招待状、招待状。ちょっと招待状がなければ話にならない。何の物語も始まらない。およよ？いるねえ。んで、その後ですよ。ほい。感染。で、エヴァー出して、あ、どうも。これを当ててほしいよな。近すぎると当てられないっていうのがね。まあ結局殴れるんだけど、そうするとね。これも、担いで、はい、固有まで持ってってからの、はい、固有。遠隔ドン。あ、どっちにしろワンパン。これはですね、回復してる、無傷の人は、ワンパンになるっていうやつだね、30秒。これさ、見てんじゃないかな。いや、いないか。いるんだ。この人の弾力すごいね。これ、あ、くそ、鍵持ってるな、この人。降りられない。また登ってんの？マジで？ここに幻影あって？行かれてるよ、この人。行かれている。これは、はい。これでまあ、やれます。いずれにせよ。で、向こう二人付けした。はい。ここ、付けてる人どこ行った？
よいしょ。で、ジョナ回復したから多分ね、あの発電機のところにまだいると思います、二人。ここか。ほら、ここで回復し合って、ただワンパンだから、はい。声聞いて、どうも。はい。解除される。これはどうせ守れんから、ちょっとしばらくここで、うろうろして、で、よし、スタート持った。よし、はい、いいのかい、逃げられるのかい、はい、で、ここで、はい、幻影を出すあれでした、はい、オッケー、よし。ただまあまずいですね。あそこつきそうだし。あそこギリギリだから、ちょっと今。よいしょ。ああ、つけられたね。あくそ、ちょっと。どうな。まあでもここに二人いるので、よし、はい、もうさっさと釣る、どうせ今もうみんな怪我人だからワンパン関係ない、はい、いるね、こいつは誰だ、誰だ、ジョーナバスケツ。ドン。いいか、邪魔。ただ、そっちは何もないぞ。はい。誰？よし。んで。だね。マジ、これができるんですよ。二階か。はい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 。はい。感染してしまった。出てきてください。はい。おい。で、もう一人はどこだ？ああ。刺さりましたね、スターがね。ほい。そうか、あの人終わりだったら、せめてよかったね。ここら辺にいるはず。あ、この、はい。出てきてください。消しか。あ、じゃなかった。はい。オッケー、ジェジ。さあ、ということで、ちょっと腹痛音量は決まらなかったけど、スターが結構決まったね。これいいよね、この。この、ほーっていうの。俺好きなんだよ。ということで、8周年、マジで稼げる。稼げるし、楽しい。あ、鍵持ってたんだ。そういえば危なかった。12万点ですね。本当に、これを体験しちゃうと、普段のね、経験値がバカバカしくなるよね。次回もお楽しみに、チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。決死じゃん！あ、そうか、回復してたか。では、また。